緊急で動画を回しています。実は昨日占ったタロット占いにおける大谷翔平選手について、占った際に最初に引いた一番最初に引いたカードなのですが、この24枚入りの、24枚って書いてありますね。24枚入りのタロットカードのうち、1枚がこのバッグの中に入ったままになっています。1枚がこの中に残っていたっていうのが分かって、それでは不正になってしまうと思うからやり直そうと思います。では行きましょう。そうすると全部やるわけで、この第1枚目のカードを引くところから始めて、昨日やったように一通り全てのデッキを使って大谷翔平選手のことを占いたいと思います。では1枚目いきます。絶世のカードが出ました。そして次はこの順番的にこのカードを使うかな。時短カードっていうのはジプシーカードのことですね。はい、ではこっちにしまったから、ちょっとこっちから取り出して。そのカードによってしまってある場所はね、バッグの中だったり、引き出しの中であったり、あるんですよ。引き出しの中から、取り出しました。チームで昨日は7枚いたんですけど、まあ、6枚っていうことでやっていて、何か悪いカードばかり出てるからさ、補助のカードを7枚目出したって感じかな。ジャッジメント、審判のカードが2つ目に出ました。3つ目のデッキはこのカードを使います。これね、ヒルトを使います。シャッフルしていこうと思います。これも同じ、最初のテンペロスの節制と同じのが出ました。こちらも節制ですね。次がテンプル騎士団カードを使おうと思います。テンプル騎士団ね。テンプル騎士団カード。
節制が2つ出てます。なんかさ、熱が出るっていうのが多いわよね。シンクロっていうのかな、シンクロしてお熱が出てますね。今、まだ切ってなかったっけ？ 3 つに分けようとしてたけど、切ってなかったっけ？やっぱりジャジメント、同じの出てる。だから、このさ、最初に出したカードと、3番目に出したカードが全く同じなんですよ。で、2つ目に出したこのトランペットのカードと、こっちもトランペットのカードが出ています。同じなんですよ。はい。その後、何するんだっけ？このカード、見ましょうね。ユニバーサルタロット、行きましょうね。ゴールデンユニバーサルダリだから、2つ同じのがこう続いて、こっちも2つ同じのが続いています。ダリカードは日差しの中ですね。そういうなんか偶然ってあるんですね。同じのが出るとか偶然ありますよね。節制のカードと、そう、ジャジメント、審判のカードね。今度は月のカードの逆位置が出ました。それからビスコンティカードいきます。これですね。はい、かき混ぜていきましょう。マジシャンが出ました。では裏っていこうと思います。場合によっては補助のカードを出そうと思います。はい。キーワードは違うのが出てますね。やっぱり一つ狂ってくると違う風になっちゃうから。節制のカードの
これね、節制のカードの説明を読もうと思います。仕事面では、チームの人間に頼られています。先輩とか上司の真似をしています。そして気の合う仲間と一緒に趣味をしています。何か問題があったら母親に相談しています。恋愛運では気楽な結婚生活をしています。で、両親がここに加わってくるというか、結婚をしているのですが、両親の言いつけを守るような感じで生活していますというようなことが言われています。はい、次がこのジャッジメントの審判のカードですね。まあ、政治で出ています。そう、結婚相手とはセックスの相性はとても良いです。そう、愛は深まっていきます。そして仕事面では実力を発揮します。ファイト満々です。トップの成績を狙っています。ちょっと手術したっていうことが言われてますね、過去に。はい、しかし健康は取り戻しています。奇跡的に助かりましたと言われてます。そう、奇跡を信じていますということが言われています。次がまた同じだからね、これこれテンペロンスとカードだから節制ですね。テンペロンスのカードは安定した状態を意味しています。自分自身の精神的なコントロール、もしくはコントロールされた状態を維持する働きが非常にスムーズに行われているのです。受け入れる基盤が確かな状態である今なら、直感的なページやひらめきが最良の形でもたらされるはずです。その内なる行為のアドバイスに基づいて行われた行為は必ず良い結果となって現れるでしょう。つまりは現実的な成功や成果が大いに期待できるのです。精神面と物質面の人間としての最も望ましい形の統合が約束されています。カードの中の大天使は才能を開花させる、後期の到来を告げている、そういう大天使なのですという。あ、これね、こっちに出てると思う。こっちの節制の方に大天使。この天使、この天使なんです。大天使様なんです。ケルトカードは天使じゃなくて魔術師の人だともいつも出てくるが、主にこう毎回出演してるっていうか、どのカードにもこの人出てくるじゃないですか、ケルトの時。こんな感じですね。次行きましょう。まだ読んでない場所あるから少しちょっと読み足して。で、節制っていうのはロマンチストで優しい人と言われています。そしてそう、勉強の能率はとてもアップしますというカードです。規則正しい生活とかね、あと温泉などの療養がいいので、ちょっと体にね問題があるときには温泉に行ってくださいということがアドバイスです。で、家族と過ごすことがいいとされています。
境っていう意味だから、あのお母さんとかお父さんのところに行って過ごすとか、そういうこともいいと言われています。次行きましょう。これも天使、天使が1、2、2つ出てて、これも天使ですね。ジャッジメント、ジャッジメントのカードは最後の審判の時を迎えて、死者たちがよみがえる神の裁きにより救済が行われるのです。このカードがもたらす意味は、復活あるいは目覚めです。一旦は全ての機能を停止された、そして絶望的な結果に嘆いていても、やがて時による救済が行われます。諦めざるを得なかった目的願望も、再び達成や実現の望みが出てくるでしょう。事態は回復の兆しを見せ始めます。でも最後の最後まで結果の好転を信じる強い希望を常に心の中に持ち続けているならば、望んだ通りの結果を迎えることは、不可能だったでしょう。どんなに逆境にあっても信じ続けることのその勝利です。ですからさっき読んでなかった場所は、これ蘇るっていう意味なんですね。あとはそう、あとは実力を発揮するとかさ、まあ神秘学とか占いが良いですっていうのがアドバイスですね。はい、そう、そんな感じかな。あとは奇跡を信じてくださいっていうのがアドバイスですね。あら、月のカードの逆位置が出ています。月の逆位置は、月っていうのはあまり良くないんだけど、逆はいいカードですね。これ何か迷いが晴れていくということが言われています。何か誤解があった場合は誤解が解けていきます。そう、結果は時間が経てばはっきりするでしょうと言われています。仕事は努力が認められていきます。成績が上がっていきます。あとは、もし心の中にちょっと病があったりして鬱になっていたとしたら、その問題は治るでしょう。こんな感じ。ちょっと神秘的なカードなのね、月のカード。神秘的なそういう服装などが合っていますということがアドバイスに出ています。これは待つっていう意味のあるカードなので、ちょっとね、時間が経てば何でもはっきりしていくのでしょう。待ってくださいっていう感じですね。そう、勘を信じてみてくださいと言われています。それからこれ、マジシャンのカードは、人気者っていうカードなんですけど、そう、人間関係はすごくラッキーなことが起こります。そしてそう、語学などがこれから趣味にするにはいいでしょうと言われています。あとゲームなどがいいでしょうっていうのが言われてますね。そう、知人と友人を増やすと、これからも何かラッキーなことが起こります。そう、
あとは、そうですね、アイディアをひらめかせれば、とても仕事に役立ちます。そしてお互いに利益のある取引がなされますと言われています。それ、仕事面のことなんですけど、何でもチームっていうかグループで何かをすると良しとされています。これがマジシャンですね。と、時間があればもう一枚引いてみたい。予備のカード、補助のカードを引いてみたいです。マヤカード。行きましょう。マヤカード、マヤブーメンの、マヤ歴のカードですね。あ、またこれ出ちゃった。またこれ、そうゼロ番のカードが出てますね。これも出たような気がするんだけど。いやー。ゼロ番。マヤは逆位置を取らないので、正位置で読みます。ですね、この間やったのと同じですね、これ。昨日と同じですよ、これ。そう。で、ラッキーな番号が5番で、そして日にちで言うと、日にちは別に特に書いてないですね。そう。熟するのを待ってください。あなたが成熟するのを待ってください。時のところを今読んでんだけど、ゆっくりと。そして、あなたの時間はとても長いですと言われています。長い間、これからがあるので、時を待ってくださいと言われています。これ昨日と同じじゃない。昨日これ読んだわよね。同じのが出てる。そう。エビアンヌコモンス、エビアンヌス、テルミン。トゥス・トランスフォーム。そう、何も始まらないし、何も終わりませんっていう中間地点に今立っているという意味のあるカードです。昨日もこれを読みましたね。そう、何かが変化していきますと言われています。そう。で、場所としては、教会の地下室、地下の祈りを捧げる場所とか、あとは、スポーツ関係のジムに行くといいと言われています。同じですね、今日とこれ。で、メッセージ、神からのメッセージが、アトンデボトゥ、あなたの時を待ってくださいというのがアドバイスです。これ昨日と全く同じですね。だから昨日占ったところを見ていただければ、このことに関してちょっと
もう少し長めに話していると思いますが、どうしてこうもシンクロして同じものが出たり、昨日と同じカードがこのように出るのでしょうか。だってさ、マヤカードって90枚もあるんですよ。はい。それでは今日はここで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。また明日他のことを占おうと思います。チャオー。